ユリシーズは、アイルランドの作家ジェームズ・ジョイスの小説。当初アメリカの雑誌、リトル・レビュー1918年3月号から1920年12月号に、かけて一部が連載され、その後1922年2月2日に、パリのシェイクスピアカンパニー書店から、完全な形で出版された。20世紀前半のモダニズム文学における最も、 重要な作品の一つであり、プルーストの失われた時を求めてとともに20世紀を代表する大長編小説とみなされている。物語は冴えない中年の広告取り、レオポールド・ブルームを中心に、ダブリンのあるツイタチを足したような文体を使って、詳細に記録している。タイトルの、ユリシーズは、オデュッセウスのラテン語系の英語化であり、18の章から、なる。 物語全体の構成は、ホメロスの、オデュスセアとの対応関係を持っている。例えば、英雄オデュスセウスはさえない、中年男ブルームに、息子テレマコスは、作家志望の青年スティーブンに、低粛な妻ペネロペアは、浮気妻モリーに、20年にわたる、シンクの旅路はたった1日の出来事にそれぞれ、置き換えられる。また、ダブリンの街を克明に記述しているため、 ジョイスは、たとえダブリンが滅んでも、ユリシーズがあれば再現できると語ったという。意識の流れの技法、入念な作品構成、おびただしい数のダジャレ、パロディ、引用などを含む実験的な文章、豊富な人物造形と幅広いユーモアなどによって、ユリシーズは、エズラ・パウンド、T.S. エリオットといったモダニストたちから大きな賞賛を受ける一方、 初期の歪説裁判をはじめとする数多くの反発と、戦策等も呼び起こした。ジョイスが初めて、ホメロスの、オデュッセアに出会ったのは、チャールズ・ラムの子供向けの幸話である、ユリシーズの冒険を介してであり、この作品によって、オデュッセウスのラテン名、ユリシーズが彼の記憶に刻まれたものと見られる。学生時代には、ジョイスは、 私の好きな英雄と題した作文で、オデュッセウスを取り上げている。ユリシーズ執筆中の時期には、友人のフランク・バッジェンに対して、文芸上の唯一のオールラウンドキャラクターは、キリストでも、ファウストでも、ハムレットでもなく、オデュッセウスだと力説している。ジョイスが、ユリシーズと題した作品を書こうと思い立ったのは、1906年であり、 実在するダブリン市民ハンターをモデルとした短編としてダブリン市民に収めるつもりであったが、これは構想だけで筆が進まず頓んざした。また、ジョイスはダブリン市民を執筆中、この連作集のタイトルをダブリンのユリシーズにすることも考えていたと述べている。その後、若き芸術家の肖像を半分ほど書き上げた頃、 オデュッセアがその続きとなるべきだと考え、1914年末から1915年初頭頃にユリシーズに着手した。ジョイスは作品の全体像を最初から持っていたわけではなく、ある程度書き進めながら着想をつかんでいった。1915年6月の段階では、22の相話で構成することが考えられていたが、その後17に減り、 最終的に18に落ち着いた。作品の舞台はダブリンであるが、執筆の場はチューリヒであり、1920年からは住居をパリに移し、1922年の最初の漢方ンン印刷の間際まで入念な遂行が続けられた。ユリシーズの物語は18の章に分かれており、リトルレビュー連載時には、各闘話に オデュッセイアとの対応を示唆する招題が付けられていた。ジョイスは、友人や批評家のために、ユリシーズとオデュッセイアとの構造的な対応を示す計画表を作成しており、これには、オデュッセイアとの対応関係だけでなく、各層話がそれぞれになっている、象徴、学芸の分野、基調とする色彩、対応する人体の機関といったものが図示されている。 計画表にはいくつかの異なったバージョンがあるが、際は、複次的なもので大きな食い違いはない。また、ジョイスは、口述する、ユリシーズに対するわ説裁判の担当弁護士で、ジョイスのパトロンでもあったジョン・キリンへの所感の中で、ユリシーズの構成が、オデュッセイアの伝統的な三部分割に対応している、ことを示している。すなわち、作家志望の青年、 スティーブン・ディー・ダラスがその中心となる、最初の3層話は、父、オデュッセウスの不在に悩むテレマコスの苦悩を描く、オデュッセイア前半部に対応する。本作の中心人物である中年の広告取り、レオポルド・ブルームが登場し、ダブリン市内のあちこちを動き回る、第4層話から第15層話までが、オデュッセウスの冒険を描く、オデュッセイアの機関部に対応する。そして、 ブルームがスティーブンを連れて、妻、モリーの元に戻ってくる最後の3相話が、オデュッセウスの機関を扱う、オデュッセア後半部に対応している。小説のプロットを神話と対応させる、この方法は、ダブリン市民に、初衆の死者たちから徐々に試みられていたものである。T.S. エリオットは、これを、神話的方法と呼び、 ユリシーズ出版に際してこの手法の開発を科学上の新発見になぞらえて称賛した。ジョイスはユリシーズの18の章をそれぞれ同業者には未知で未発見の18の違った観点と同じ数の文体で書くことを試みている。前半の文体を特徴づけているのは内的独白ないし意識の流れと呼ばれる手法であり、 主要人物の意識に巨来する想念を切れ目なく、直接的に映し出していく。この手法に関しては、ジョイスは交流のあった、フランスの作家、エドアール・デュジャルダンの、月景時は切られたから影響を受けたことを認めている。意識の流れは一人の人物に焦点を合わせる、手法であるが、ユリシーズの後半では、語りの視点が複数化、非個人化するとともに、 作者固有の文体というべきものが消失し、古今の様々な文章のパスティー種を含む実験的手法がとって変わる。特にその実験が顕著なのが第14層話であり、ここでは古代から現代に至る30以上の英語文の文体見本となっている。そして最後の章では主人公ブルームの妻、モリーのとうとうとした独白、つまり他者の声によって終わる。 こうした、後半の文体について、ディビッド・ヘルマンは、前半の語りの主体である、語り手に対して、編成者という名称を使用している。また、ユリシーズの文章は、膨大な量のダジャレや引用、謎かけや暗示、百科事典的な記述とられつといったものを含んでいる。生前、ジョイスは、非常に多くの謎を詰め込んだので、教授たちは何 世紀も渡り私の意図をめぐって議論することになるだろうとも語ったという。ユリシーズは英語原文にしておよそ26万5千語の長さを持っており、その中で固有名詞や複数形、動詞の変化型なども含め3万30種もの語が使用されている。前述のように原本には、正題、部分けは存在しないが、 以下では便宜のため連載時の商題及び書館類、計画表で示されている商待と分けを用いる。また、公害の末尾に、計画表に基づく、各層話の解説を示す。第一層はテレマコス本作の出だしの舞台である、サンディコーブのマーテロー等。ジョイスは、実際に、ここで6日間を過ごした。現在では、ジェームズ・ジョイス記念館になっている。午前8時。 ダブリン南東にあるサンディコーブ海岸のマーテロー、島から場面が始まる。ここで寝起きしている、医学生バック・マリガンが、同居人の作家志望の青年、スティーブン・ディーダラスを会場へと呼びかける。陽気でからかい口調のマリガンに対して、スティーブンは、彼が、スティーブンの母の死に関して言った、心ない言葉と、マリガンが招いている、イギリス人学生ヘインズに対する不信感のために、 わだかまりを持っている。三人は、一緒に朝食を取り、食事中にやってきたミルク売りの老婆からミルクを買い、その後連れ立って外へ出る。マリガンは裸になって泳ぎ、スティーブンに、塔の鍵と飲みしろを要求する。スティーブンは去り際に、今夜は家に帰るまいと考える。場面イコール塔、時刻イコール午前8時、学芸イコール進学、色彩イコール城金。 象徴イコール相続人、技術イコール語り、神話的対応イコールスティーブンがテレマコスを呼び、ハムレットに、マリガンが、アンティノのオス、ローバがメントルに対応する。第2層は、ネストル午前10時。スティーブンは、塔の近くの私学校で、学生たちに歴史を教えている。授業後、居残った学生の一人サージャントに、 数学の算術を教え、その醜い生徒を愛しているはずの母親のことを考える。その後、校長の DG に会って給料をもらい、そのついでに歴史談義を聞かされ、校庭駅に関する論文の当初のために新聞への口利きを頼まれる。別れ際に校長はアイルランドは一度もユダヤ人を迫害しなかった。なぜなら、 決してユダヤ人を自国に入れなかったからだというユダヤに対する、部別的な見解を述べる。場面イコール学校、時刻イコール午前十時、学芸イコール歴史、色彩イコール褐色、象徴イコール場、技術イコール競技問答、神話的対応イコール DG が、ネストル、サージャントがペーシストラトスに対応する。第3層はプロテウス第3章を呼び、 第13章の舞台となるサンディマウント海岸。学校を出たスティーブンはダブリン市内のサンディマウント海岸にやってくる。彼は哲学、文学上の施策や家族、パリでの生活、母の死といったことに思いを巡らす。また、通り過ぎていく老婆や夫婦を見てそれぞれサンバだと思ったりジプシーだと考えたりする。そして、岩の後ろで放尿し、花をほじる。 この総話は、スティーブンの内面が意識の流れの技法によって書かれており、彼の教養を反映した外国語などを交えながら、文の焦点が目まぐるしく切り替わる。場面イコール海岸、時刻イコール午前11時、学芸イコール言語学、色彩イコール緑、象徴イコール潮流、技術イコール独白、神話的対応イコールスティーブンの総念が、 変幻自在のプロテウスに対応する。第4層はカリュプソ時刻は再び午前8時に戻り、舞台はダブリン市内エクルズ通りのレオポルド・ブルーム宅に移る。ブルームは38歳のハンガリー系ユダヤ人でフリーマンズ・ジャーナルの広告取りである。ブルームは妻のためにパンと紅茶の用意をし、途中で豚の腎臓を買いに肉屋まで出かける。 家に戻ると手紙とはがきが届けられており、そのうち一つは、娘のミリーから、もう一つは歌手をしている妻、モリーのコンサートマネージャーである、ブレーゼズ・ボイランからのものであった。ブルームは、娘からの手紙を読みながら、妻とは別に朝食をとる。ブルームは、妻が、ボイランと浮気をするつもりだと考え、その考えに苦しめられる。ブルームは、 家の外の便所で排泄し、教会の鐘を聞いて、休止したディグナムのことを思う。場面イコールや、時刻イコール午前8時、期間イコール人造、学芸イコール経済学、色彩イコールオレンジ、象徴イコール妊婦、技術イコール語り、神話的対応イコール寝室のベッドにかかっている、絵画、妊婦の歪みの妊婦がオデュッセウスを7年間引き止めた、カルプソに対応する。 第5総和食連人たちブルームは、郵便局に向かい、密かに文通している女性マーシャクリフォードから、自分の変名、ヘンリー・フラワー宛ての手紙を受け取る。郵便局を出たところで知人のマッコイに出くわし、厄介に感じながら、言葉を交わす。それから、人気のない場所に入り、手紙を読む。その後、カトリック教会に入り込んで、ミサを聞いた後、 薬局で妻の香水の調合を頼み、ついでに、自分用に、レモンの香りのする石鹸を買う。店を出て、知人のバンダムライアンズに新聞を見せてやり、その際に計らずも、彼の競馬予想のヒントとなる言葉を口にする。それから、入浴中の自分をイメージしながら、浴場に向かう。場面イコール浴場、時刻イコール午前10時、期間イコール生殖期。 学芸イコール植物学、科学、象徴イコール生態、技術イコールナルシシズム、神話的対応イコールブルームが見かける馬車の馬、教会の生産排除者、ポスターの兵士、また彼の思い浮かべる入浴者とクリケットの観客が、ロートパゴス族の連の実を食べて、理性を失った、オデュスセウスの部下たちに対応する。第6層はハデスブルームは、ディグナムの家から、 海藻馬車に乗り込み、北高のグラスネビン墓地に向かう。同乗者には、スティーブンの父サイモン D ・ディーダラスがいる。ブルームは、馬車が彼の息子スティーブンとすれ違ったことを彼に告げ、生後すぐに死んだ自分の息子ルーディのことを考える。また、馬車は、ボイランともすれ違う。車中の話が自殺に関することになると、カニンガムは、ブルームの父が、 服毒自殺していることを知っているので、話をそらそうとする。馬車は、様々な場所を通って墓地に到着する。ここで埋葬に立ち会うま、ブルームは、マッキントッシュに身を包んだ見慣れない男を目にする。ブルームの想念は、しばらく死者をめぐって展開していくが、結局のところ、暖かい血のみなぎる生命を受け入れる。場面イコール墓地。 時刻イコール午前11時、期間イコール心臓、学芸イコール宗教、色彩イコールジロ、黒、象徴イコール管理人、技術イコールインキュビズム、神話的対応イコール馬車が通り過ぎるドダー川、グランド運河、リフィ川、ロイヤル運河が、冥界の四ガに対応。階層に立ち会うコフィ神父が、ケルベロスに、墓地の管理人がハデスに、死者、ディグナムが、 キルケの宮殿から落ちて死んだ、オデュッセウスの部下、エルペノルに対応する。第七層はアイオロスブルームは、フリーマンズジャーナルのオフィスで立ち働いている。酒屋キーズの広告デザインのことで、印刷工の監督と相談し、その広告の件を取りまとめるために競売所へ向かう。その間、同じ新聞社に DG の投資を携えてきていた、スティーブンは、 その場にいた若手弁護士おもろい、マクヒュー教授、編集長クロフォードらを酒場へ誘う。ブルームとスティーブンは、ここでは出会わない。戻ってきたブルームは、広告の話をまとめようとするが、クロフォードに邪剣にあしらわれる。スティーブンは、酒場への道すがら一堂に二人の老婆の偶話を披露する。この総話は、新聞記事のような込み出しを持つ、断章形式で書かれている。 場面イコール新聞社、時刻イコール正午12時、期間イコール配蔵、学芸イコール習字学、色彩イコール赤、象徴イコール編集長、技術イコール省略三段論統、神話的対応イコール編集長クロフォードが、アイオロスに対応する。第8層は、ライストリゴネス族ディビバーンのパブ。ブルームは、ここで昼食のサンドウィッチを食べる。ブルームは、 新聞社を出て古い広告を見るため国立図書館に向かう。その道すがら、おこねる橋でカモメたちのためにケーキを買って投げてやり、それから通りのサンドイッチマンを見て、ミリーがまだ小さかった頃の幸福な生活を回想する。すると、昔の恋人ミセスブリーンに声をかけられて立ち話になり、彼女の夫が 抽象的なハガキに対する名誉毀損裁判を起こそうとしていることや、モリーの友人であるマイナピュアフォイが難産で苦しんでいることなどを聞かされる。その後、ブルームは昼食のためにバートン食堂に入りかけるが、客たちの汚らしい食べ方に嫌気がさしたのでやめ、代わりにリビバーンのパブで赤ワインとゴルゴンゾーラチーズのサンドイッチを取る。そして、図書館に向かうと、 門前で、ボイランの姿を見かけて混乱し、慌てて、隣の博物館に駆け込む。場面イコール昼食、時刻イコール午後一時、期間イコール食堂、学芸イコール建築、象徴イコール巡査たち、技術イコール全道、神話的対応イコール上が、一食いのライストリゴネス族の王、アンティパテスに、歯が、ライストリゴネス族に、上がそのおとりに対応する。第9層は、 スキュレットカリュブディスアイルランド国立図書館第九層話の舞台国立図書館にてスティーブンは年長の文学者たちを相手にシェイクスピアのハムレット論を披露する彼のハムレット論はシェイクスピアの電気研究を元にしたものでシェイクスピアの妻アンに対する性的劣等感やアンの不倫などを前提としてシェイクスピアの心情は ハムレットではなく亡霊ハムレット王に投影されているというのがそのこしし、途中からマリガンが加わり嘲笑的な批評を加える。図書館を後にするときに二人は、ブルームの姿を目にし、マリガンは彼が同性愛者だということを冗談半分に示唆する。場面イコール図書館、時刻イコール午後二時、期間イコールの、学芸イコール文学、象徴イコール、 ストラトフォード・ロンドン、技術イコール弁償法、神話的対応イコール文学談義の中の、アリストテレス、神学、ストラトフォードがスキュレに、プラトン、神秘主義、ロンドンが、カリブディス、スティーブンがオデュッセウスに対応。第10総和様溶岩この総和では、ダブリンを行き交う多様な人々の様子が19の、談笑によって滑車される。中には立ち話をするスティーブン、 妻のためにワイホンを買うブルームなどの姿も混じるが、いずれも他の市民と同じ程度の扱いになっている。最後の談笑では、アイルランド総督の牙行列が現れ、この小説の様々な箇所に登場する人物たちを、次々に通り過ぎてゆく。場面イコール死街、時刻イコール午後3時、期間イコール血液、学芸イコール機械学、象徴イコール市民、技術イコール迷路。 神話的対応イコール市民たちがさまよう岩に対応する。第11相和精錬場所はオーモンドホテルのバーン。除極的な前触れの後、二人の女給が噂話をする様子が描かれる。そこにサイモン D ・ダラスがやってくる。一方マーサへの返事を書くために便箋を買ったブルームはボイランの姿を見かけ、彼の後をつけて同じホテルに入る。 ボイランがバーで酒を飲む傍ら、ブルームは友人グールディングに挨拶して、彼と共にそばの食堂でレバーとベーコンのフライを食べる。ボイランは店を出て、モリーの待つ、ブルーム宅に向かい、ブルームはサイモンたちの歌声に耳を傾けながら、マーサイの返事を書き、そして、ボイランとモリーとのことを考えて苦悩する。店を出たブルームは川沿いに歩き、 目に入ったウィンドウに書かれていた愛国者、ロバート・エメットの最後の言葉を思い出しながら大きな、へをする。この葬話ではモチーフに合わせた音楽的な文体が採用されている。場面イコール演奏室、時刻イコール午後4時、期間イコール耳、楽芸イコール音楽、象徴イコールバーの女求、技術イコールカノン形式による、風が、 神話的対応イコールバーの二人の女給が精錬に対応する。第十二層はキュクロープス場所はバーニーキアナンの酒場。ここでは男たちがこの酒場の常連で市民と呼ばれるナショナリストを囲んで酒を飲んでいる。そこにカニンガ村と待ち合わせをしていたブルームが入ってくる。市民はデマのためにブルームが競馬で大穴を当てたと勘違いし、またブルームが ユダヤ人であることから彼に絡み口論になる。最後に、ブルームは仲間にかばわれながら、馬車に乗り込み、君たちの神は、ユダヤ人だった、と言い捨てて、市民から、ビスケットの缶を投げつけられる。この相話は酒場に居合わせている、名前の明らかでない取り立て屋によって語られており、彼の粗やな文体の合間合間に、アイルランド文芸復興期の文章、学会報告の文章、 聖書の文章といった、壮麗な文章のパロディが差し挟まれている。場面イコール酒場、時刻イコール午後5時、期間イコール筋肉、学芸イコール政治、象徴イコールフィニカイ、技術イコール巨大化、神話的対応イコール、市民がキュクロプスに対応。第13層はナウシカーサンディマウント海岸で、3人の若い娘が子供を連れて遊んでいる。 前半はこの中の一人がアティ・マクダウェルの、婦人雑誌しないノベレッタの文体を模した語りによって書かれており、彼女は恋愛についての無双をするうちに、遠くから中年の男が自分を見ていることに気がつく。これが仲間と共にディグナム婦人を訪ねてきた後のブルームで、彼女は花火が上がるどさくさにスカートの裾をまくり上げて、ブルームを挑発し、彼はそれを見ながら、 g をする。彼女が去っていくとき、ブルームは、彼女が足に障害があることに気がつき、ここから、ブルームの独白に切り替わる。ブルームはその場にへたり込んだまましばらく休み、彼女や妻、娘、ディグナム夫人のことなどに思いを馳せ、参加に、マイナピュアフォイを見舞いに行くことに決める。場面イコールいわば、時刻イコール午後8時、期間イコール目、花、学芸イコール絵画、 色彩イコール青、はい、象徴イコール母、技術イコール勃起、士官、神話的対応イコールガーティーがナウシカーに対応。第14相和対応神のギューブルームは、産婦人科病院にピュアフォイを見舞い、そこで、イシリクソンに誘われて、医学生の宴会に加わる。そこにはスティーブンがおり、後に、バックマリガンも加わり性や妊娠について観断する。 ピュアフォイが無事に男児を出産すると、スティーブンの一声で、一度はバーク酒場へ移動したので、ブルームも基調面についていく。この総話は、英語文体史を外括するパスティーシュの集積で成り立っており、古代の呪いから始まって、ラテン語三文、古英語の韻文、マロリー、近帝約聖書文体、バニアン、デフォー、スターン、ウォルポール、ギボン、ディケンズ、 カーライルという風に次々と文体が変わってゆき、最後に、スラングまみれの話し言葉となって終わる。場面イコール病院、時刻イコール午後10時、期間イコール支給、学芸イコール医術、象徴イコール辞路、技術イコール体制的発展、神話的太陽イコール散布人科病院が、太陽神の島、鳥なき絵に、病院長ホーンが、太陽神フェリオスに、 生殖力あるいは豊穣がその牛に対応。第15層はキルケスティーブンと仲間のリンチは、消化街に繰り出す。ブルームも彼らの後を追い、ベラ公園の消化で彼らを見つける。この間、ブルームとスティーブンも、頻繁に幻覚を見る。スティーブンは、死んだ母親の幻覚に怯え、ステッキでシャンデリアを壊して逃げ、 路上でイギリス王に対する軽口を聞きとがめたイギリス兵に殴り倒される。ブルームがスティーブンを解放しようとすると彼は死んだ息子ルーディの幻覚を見る。この総話は前編がとがき付きの戯曲形式で書かれており、プロットは頻繁に登場人物の見る幻覚によって中断される。場面イコール消化、時刻イコール深夜十二時、期間イコール運動期間。 学芸イコール魔術、象徴イコール娼婦、技術イコール幻覚、神話的対応イコール昇華の女主人ベラがキルケに対応する。第16層はエウマイオスブルームは、スティーブンを休ませるため、近くにあった、御者だまりという喫茶店に、スティーブンを連れて行く。ここで酔った、ロースイフ・マーフィーに話しかけられ、スティーブンの父サイモンについてのほら話などを聞かされる。また、 この店の主人、ヤギ川は、パーネル失脚の原因となったフィーニックス公園、暗殺事件に連座した人物と噂される人物で、御社の一人が、パーネルの帰国を予測する。ブルームは、コーヒーと甘いパンを注文してやるが、スティーブンは、食べることができない。二人は、歴史、アイルランド、ユダヤといった、互いのアイデンティティに関わる事柄について議論し、 また、ブルームは写真を見せて妻を紹介する。店を出ると、音楽の話になり、ブルームは、ドイツミニオを歌うスティーブンの美声に驚く。この総話は、持って回ったくだくだしい文体が採用されている。場面イコール魚者たまり、時刻イコール深夜一時、期間イコール神経、学芸イコール公開術、象徴イコール船員、技術イコール語り。 神話的対応イコール展の主人、ヤギ川が、エウマ様子に対応する。第17相愛ケブルームは、スティーブンを連れて自宅に帰ってくるが、鍵を持って、出るのを忘れたため、柵を乗り越えて、半地下エリアに飛び降り、台所から入らなければならない。ブルームは、スティーブンにココアを入れてやり、古代ヘブライ語と古代アイルランド語の死について話を、する。ブルームは、 スティーブンに泊まってゆくように言うが、スティーブンは断り、二人は裏庭に出て、彗星を見、一緒に小便をした後別れる。ブルームは、妻、モリーのいるベッドに入り、そこに、性行為の後を発見し、嫉妬と諦めを感じる。この相話は、競技問答を模した形式で書かれており、問いかけに対する答えは過度な科学的詳細さで行われている。場面イコールや、 時刻イコール深夜2時、期間イコール骨格、学芸イコール科学、象徴イコール彗星、技術イコール競技問答、神話的対応イコールボイランがエウリュマコスに対応する。第18層はペネロペア8つのパラグラフからなる、モリーの独白で、苦闘点のない々と,と,とした文章になっている。その内容は、ブルームとボイランとの比較やモリーのこれまでの人生の、回想。 ブルームとの出会いや、彼との生活、ブルームが連れてきた、スティーブンのことなどである。最初は、ボイラントの行為を満足を持って振り返るが、やがて彼の素やさに気づき、ブルームの優しさを再確認する。最後は、16年前に、ブルームから、プロポーズされた時の回想と、それに伴って現れるイエスという言葉で終わる。場面イコールベッド、期間イコール肉。 象徴イコール大地、技術イコール独白、神話的対応イコールモリーがペネロペアに対応。1917年末、ジョイスは援助者のエズラ・パウンドとハリエットショーウィーバーに完成した最初の3相和を送った。パウンドとウィーバーは連載に積極的であったが、検閲などの問題で、 ロンドンのウィーバーの雑誌、エゴイストではなく、アメリカの雑誌、リトルレビューでの掲載の手はずを整え、ユリシーズは、同志1918年3月から1922年9.12月号までの23号に、渡り、第14相話までの連載が行われた。また、1919年には、エゴイストにもごく一部であるが作品が掲載されている。 しかし、1919年に、ユリシーズを掲載した、リトルレビューの1月号と5月号が、アメリカ郵政当局により募集を受けた。1920年9月には、第13総話の後半を載せた同志の8から9月号に、対して、ニューヨーク悪書追放協会によって告訴され、翌年2月に編集者2人に50ドルの罰金が、課せられるとともに、 ユリシーズの出版が禁じられた。これによって一時出版が絶望的になり、ジョイスはいくつの出版社に断られたが、最終的に、パリの英語文学専門の個人書店である、シェイクスピアカンパニー書店の経営者、シルビア・ビーチが観光を引き受けることになった。ビーチは予約制の限定本とすることによって、出版資金を集め、ユリシーズは、 1922年2月2日のジョイスの40歳の誕生日に無事刊行された。限定1000部のユリシーズは想定によって値段に幅が設けられており、350フランの本が100部、250フランが150部、150フランが750部、すられた。ただし、最低価格の150フランでも、 当時のパリのアトリエのや賃んはん気分に匹敵する値段である。予約者名簿の中には、イエツ、ヘミングウェイ、ジッド、チャーチルの名があったが、バーナード賞は作品に書かれている現実と、法外な値段の高さを理由に、断りの手紙をよこしている。ユリシーズ出版は、T.S. エリオットやヘミングウェイには、絶賛を持って迎えられたものの、 バージニアウルフのように反発する文学者もおり、賛否両論が起こった。週刊誌は、この出版をスキャンダラスに取り上げ、ダブリンではこの作品に、自分たちが書かれているかどうか囁かれた。シルビアビーチは、その後も1920年代を通して、ユリシーズの観光を続けた。1922年10月には、戦術のショーウィーバーのエゴイストプレス社によって、 イギリスでも出版が行われた。1932年には、ドイツのオデッセープレス社が、ユリシーズのヨーロッパでの出版を引き受けることになった。1933年12月には、アメリカで、ユリシーズを現代の古典として認め、発禁処分を解除する判決が出され、その1ヶ月後には、ランダムハウス社が、アメリカでのユリシーズの最初の出版を行った。 しかし、この過程で、それまで、自身の収益を度外視して、出版に献身してきたビーチとジョイスとの、信頼関係に亀裂が走ることにもなった。1984年、ハンスバルター・ガーブラーとドイツの編集チームが、ユリシーズの最初の大規模な改訂を行い、ガーランド出版よりニューヨークとロンドンで、対象工程版を出した。1992年には、 著作権保護期間が切れ、いくつかの出版社がユリシーズを出版したが、これらはおおむねガーブラー以前の版を転居とした。以降は、ガーブラーに匹敵する大規模な改定は行われていない。ユリシーズの影響を受けた最初の文学作品は、小説ではなくユリシーズを出版前から熱心に読んでいた T.S. エリオットの詩荒れ地であった。前述のように、 ユリシーズに対して辛辣だったバージニアウルフのダロウェイ夫人にも意識の流れやテーマなどの点でユリシーズと多くの共通点がありジョイスを強く意識していたことを伺わせる意識の流れはウルフの他にもシャーウッド・アンダーソン、トマス・ウルフ、ウィリアム・フォークナーなどで模倣されており神話的方法はジョン・アップダイクなど百科全書的手法は トマス・ピンチョンなどにもつながる。また、ジョイスの影響を受けているナボコフは、ユリシーズのロシア語訳を企てて果たせなかった。ドイツ語圏で、ユリシーズの影響を受けた作家には、意識の流れや引用などの、ユリシーズ的な手法で、都市小説、ベルリン・アレクサンダー広場を書いた、デイブ・リーン、18時間の間のベルギリウスの意識の変化を追った長編。 ベルギリウスの詩を書いたヘルマン・ブロッハなどがいる。その他、辺境の土属性に注目し、百年の孤独を書いたガルシア・マルケスなど、ユリシーズから直接間接に影響を受けた作家は、枚挙に暇がない。日本では、伊藤聖、丸やヤ・一がそれぞれ作家としての活動初期に、ユリシーズを翻訳し、影響を受けている。ディヴバーンのパブ店頭での、 ブルームズデーの催しの光景。そのダブリンの描き方を嫌悪し、ジョイスを半世紀近く拒絶してきたアイルランドも、その後は国際的作家としてジョイスを受け入れている。現在、ダブリンには本書の出だしに登場するマーテロー島をはじめ、主人公ブルームがレモン石鹸を買った薬局、昼食を取ったディビバーンのパブ、ブルームの足取りを追うプレートなど、 各地に作品にちなんだ名所ができ重要な観光産業となっている。また、ユリシーズの物語が展開する6月16日は、現在、ブルームズデーとして祝われ、各地で催しが行われている。議曲形式で書かれている本作第15層話は、1958年にマージョリー・バーケンティンによって、夜の街のユリシーズとして舞台化された。 1967年には、ジョーゼフ・ストリック監督による、ユリシーズが公開され、ミローシーがブルームを演じた。これは、原作全体の映画化であるが省略された部分も、多く、また総じて自然主義的な演出で、批評家は概ね批判的であった。2003年には、ショーン・ウォルシュ監督による、ユリシーズを原作とする映画、ブルームが公開された。ブルーム役は、 スティーブン・レイで、モリーを演じたアンジェリン・ボールは、アイルランド・アカデミー賞で、映画女優賞を獲得している。ユリシーズに基づく楽曲には、ルチアーノ・ベリオ、テーマ、ジョージアン・タイルのオペラ、ミスタブルームとキュクロプスより、マティアス・シェイベルのテノール、合唱、オーケストラのための歌曲などがある。ありがとうございます。